天のお願いとして、ボンマさんの方からアピールあります。福島県浪江町から帰宅に避難しております、門馬翔子と申します。最初にですね、鴨下さんからお話があったように、福島県からの自主避難者は全国で3万人、東京だけで約2000人いらっしゃいます。この方たちの家賃は、今まで国が各都道府県を通じて払っていたわけですけど、この3月31日に打ち切りになるために、今の住居を出なければなりません。放射能の汚染は町や市の境界を越えたのに、彼女らの地域は警戒区域と認められずに自主避難者となってしまったんです。誰だって我が子の被爆を避けたいと思いますよね。でも家賃を払えない人は子どもの被爆を覚悟で戻らなければならない。福島県内で甲状腺がんにかかった子どもは今184名に上っています。また原発関連死は私の夫も含めて2024人です。これは50年間も安全神話を振りまいて国が推進してきた原発のせいなんですよね。国の責任で放射線量が全国と同じ基準の1ミリ、1年間に1ミリシーベルトになるまで家賃を払うのは当然じゃないでしょうか。福島県だけ20ミリシーベルト以下なら帰れというのは絶対許せません。でここで皆様にお願いがあります。本当は全ての府県の知事宛てに出したいんですけど、私東京都知事の住所しか知らないもんですから、こういうはがきを用意しました。これですね、3つのお願いが書いてあります。1つは東京都として現在の避難先の無償提供を延長してください。2つ目は都営住宅の優先枠についての収入要件、20歳以上の子どものいる人はダメなどという世帯要件を撤廃して再募集してください。とりわけすでに入居している人が継続して居住できるようにしてください。3つ目は2017年3月末で強制的に退去させないと表明してください。東京都は東京電力の大株主で2011年の原発事故に責任があります。これに賛同してくださる方はこのはがきを今お渡ししたいと思いますのでプレゼントですが、帰宅と詳しい住所は結構です。帰宅とお名前を書いてポストに入れていただけないでしょうか。またマシ釣りをしてお友達に頼んでくださっても結構です。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。門馬さん、翔子さんの方から具体的な提起がありましたので、ぜひお手元にお配りされるかと思いますので、手に取ってご協力よろしくお願いいたします。